小便毛虫は木材色の昆虫の消化管内に生息する便毛虫の一群である。名前の通り細胞表面に多数の鞭毛を持っている。和名では結果無理類とも呼ばれる。系統的にはむしろ寄生性の原虫として有名なトリコムナス類に近く合わせてパラバサリアを構成する。ただし、 長弁毛虫も当時の鳥ナス類もパラバサリアの中の複数砂に分割され、単系統を作らない。現在、鳥ナス類は単系統として再定義されているが、長弁毛虫は分類群としては使われていない。俗名の最後がニンフォで終わるものが多いが、いわゆる妖精や花嫁を連想させるとはとても思えない外見の弁毛虫類である。 多数の弁毛は列上に配列しており、それが螺旋を描くなどして細胞表面に配置されている。弁毛が細胞の前端付近に集中して配列するものもあるが、より広い範囲に配置するものが多い。中には、ほぼ全表面に弁毛を持つものもあり、その場合、外見的にはアルベオラータの専門虫に類似するが全く別のグループである。 弁毛列の配置によっては、複数の大切からなるように見える種もあるが、超弁毛虫類は単細胞生物であるのでこれは、大切ではない。パラバサリア類共通の構造として、ゴルジカラとそれに付属する、繊維系、副器体と細胞内部を走り後端は突出することもある。微小管んたば、軸管を持つ。細胞核は一つで、各分裂時には、 核外防水体が形成される。有性生殖やシストの存在も報告されている。腸便毛虫類は、腸管内という嫌気的な環境で生活するがゆえに、後期呼吸のためのミトコンドリアを持たず、代わりに、ハイドロジェノソームという嫌気環境用の ADP、酸性器官を備える。シロアリア一部のゴキブリの消化管内に生息する。ゴキブリといっても、 一般家庭に出現するような雑食性のものではなく、もっぱら野外に生息し、木材をはむようなごく限られた種に共生している。同じパラバサリア類であるトリコモナス類には、少数ながら自由生活をする種があるが、長弁毛虫類は全て寄生性である。シロアリの場合、主食である、植物遺体の主成分であるセルロース分解能が十分でないため、 微生物と共生関係を持っている。白アリ類のうち、この類と共生関係を持つのは、カ加シロアリ類である。高等ロアリ類は細菌および外部の菌類と共生関係を持ち、この類を持たない。シロアリと腸内微生物との間には、種と食い性があり、シロアリの種ごとに住んでいる、鞭毛虫の種も異なっている。なお、ゴキブリの一部がこの類を持つことは、 シロアリとゴキブリの類縁関係を示すものとの考えもある。長弁モ虫ム氏は、宿主から住みかを提供される一方、セルラーゼを分泌して、木材の消化を補助する。その点では、シロアリに寄生しているというよりは強制であるとも言える。しかしながら、長弁モ虫ム氏もさらにその細胞内に、強制バクテリアを保持していることがあり、セルラーゼの正確な賛成者が誰であるのかは、 確定的でない。長弁毛虫類と同様に昆虫の腸内ファウナを構成する原生生物としては、オキシモナス類などが挙げられる。なお、長弁毛虫には代表にスピロヘータを強制させているものがある。一見は、弁毛のように見え、これが初期の細胞内強制説において弁毛が強制、微生物起源であるという考えの根拠の一つとされていた。 ただしこの説は弁毛に関しては現在ではほぼ否定されている。長弁ム虫は1から3目に分けられていた。3目に分ける場合、それらはおよそ現在のパラバサリアの8目のうち3目に相当する。ただし、現在のクリスタモナス目の一部は旧トリコモナス目の一部である。2目に分ける場合、3目に分けた場合のトリコニンファメとスピロトリコニンファメを 講義のトリコニンファメのニア目とした。一目に分ける場合、長弁儲めハイパーマス記ジだが置かれた。これをニア目に分けることもあった。ありがとうございます。